今節は流れも良くて、無事優勝することができました。今コロナで大変な思いされていると思いますけど、大地選手も、皆さんを元気にできるように精一杯走ります。来節の若松も元気いっぱい走るので応援よろしくお願いします。